こんばんは、入山亜希子です。2月1日月曜日、入山亜希子のつれつれ日記。今日から2月。1月、2月、3月は月日が流れるのが早いとよく言われますが、本当にその通りだなぁと、あっという間に1月が終わってしまった感じです。今年の節分は明日ということで、豆を食べて今年一年も丈夫に元気に笑顔で過ごせるようによく願っておきたいと思います。月に笑う蝶が曲が頑張ってくれて、動けない入山亜希子の代わりに全国さまざまな場所で活躍してくれています。池袋5番街さんではいつも皆様が立ち寄っていただけるおかげでランキングにも名前が残り、ありがたいなと感じています。新曲を発売するたびにキャンペーンでお世話になっています全国の CD ショップの皆様も大変だと思います。どうぞ皆様、こういったご自宅で過ごすときに CD をお耳のお供にしてくださるととても嬉しいです。月に笑う蝶はしんみりと寂しい感じもしますが、歌詞を考えると今はどん底でもきっと舞い上がれると信じてやまない、そんな主人公の姿が浮かびます。今は辛くともきっと春は来ると信じて、皆様と共に元気に、そして笑顔で毎日の大事な時間を過ごしていきたいと思います。明日も元気にお会いいたしましょう。それではおやすみなさい。